ああ、昨日の動画の続きになるんですけど、なんかもうちょっとね、喋りたいなーと思ったのと、もうちょっとこれを食べ終わるまで一人で寂しいなーと思ったんで、ちょっとお付き合いください。ただただマックを食べている動画になるかもしれません。うん。うんふん。なんか、まあいつとかは言えないんですけど、最近久々にオーディション受けてきて、なんか緊張しますね。緊張しました。なんかそれの監督さんが、まあ、オーディションの時に、まあ普通、まあ4人ぐらい受けてたんですけど、一人一人挨拶とかして、まあ話すじゃん、話すんですけど、まあ事務所名とか、まあこういうことやってきましたとか話すんですけど、なんかその監督さんが初めに喋り出して、普段そうやってみんなその来てくれる、オーディション受ける側の人が挨拶とかしてくれて、僕は普段聞くだけなんですけど、なんかこっちからそれを聞くだけだとなんか不公平な感じするんで、僕がちょっと挨拶しますって言って、その監督さんの経歴だったりとか、あ、こういう風に僕はお仕事をしてきましたっていうのを話してくれる時間がたまたまあったんですけど、すごい面白いなと思って、その監督さんがそんなこと思うんだと思って、しかももう何組も何組も多分やってるわけじゃん。しかも結構俺最終組ぐらいのオーディション組だったんですけど、もう17、なんかもう数十回多分オーディション繰り返してる最後でそれをやって、毎回やってるかどうか知らないんですけど、あ、面白い人だなって思いましたね。まあ決まれば皆さんにも発表できると思いますし、うん、芝居してる姿も見せたいなと思っております。 YouTube やってよかったなって思うことはさ、こうやってさ、こういうのもさ、貼り付けたりとかさしてさ、なんか普通だったら多分しなかったと思うんだよな。うん、そういうのが、しかもこのこの丸、ハトメって言うんですけど、この金属の丸いのあるじゃないですか。左上と左下だけついてて、右上と右下ついてなかったんですよ。で、画鋲で留めるの俺嫌だったんで、父親にこれの器具の場所なんていう名前か分かるって言って聞いて、うん、分かんないな、なんかちょっと調べてみるって言って、あ、ハトメっていうらしいよって言って、速攻アマゾン頼んで、右上もちゃんと穴開けてハトメでつけました。なんかそういう、なんだろうな、これ親父とのこの会話も多分 YouTube やってなかったらそれは生まれてないわけじゃんと思って、まあすごくね、ああやって母親と電話する回載せたりとか、うん、なんかやってよかったなーって思いますね。でもファンの方は喜んでくれてるだろうなと思って喋ると、でも結構見せすぎてんなとは思いますね。矢上蓮という考え方だったり、この食べてる姿とかも、なんか毎日見れたら特別感ないやん。それは思う。なんかツイッターとかいろんな人フォローしててさ、ちょろっと画像載せてコメント書いてとかの人がほとんどじゃん。なんかそっちの方が多分俳優的にはメリット多いのかなと思って、でこんだけ出しすぎても、蛙化現象じゃないけど、いいってならないことを祈っております。じゃあねー。